2月15日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。戦況図の説明が終わった後にトピックスをお伝えします。それでは各地域別の戦況です。オスキル川クピャンスク方面、ロシア軍はオスキル川東岸一帯の占領を目指しており、東岸に沿って南下を続けるつもりでフラニキウカに激しい攻撃を行っています。フラニキウカはウクライナ軍の主要な渡河施設がある地域となりますので、ウクライナ軍も必死で防衛を行っていますが、ロシア軍は数を日々増やしてきており、持ちこたえられなくなった場合は南に撤退するか、川を越えて西側に撤退するでしょうが、南側はロシア軍が先行してマシュキフカ、リマンペルシーなどに攻撃を行っているので、西に撤退する可能性が高いです。川の西側にあるドボリチナではウクライナ軍が防衛線を準備しています。ロシア軍はマシュキフカの市街に取り付いた可能性が高く、市街戦になっている模様です。この方面でウクライナ軍は押されており、完全な守勢となっています。要衝クピャンスクまでロシア軍は 7km の地点まで進んでいます。クレミンナ方面、ロシア軍はこの地域での攻勢を強めており、ネフリスク方向プロシェチャンカに攻撃を行ってきています。ウクライナ軍はこの攻撃を撃退することに成功していますが、ロシア軍はわずかに陣地を進めた模様です。クレミンナの西側トルスク方向には特にロシア軍の攻撃が激しく行われており、ロシア軍はウクライナ軍に攻撃を撃退されつつも、前線の陣地はじわりと前進させることに成功しています。攻撃を行っている間に自分たちの陣地を少しウクライナ軍に近づける方法でじわじわと前線を前に出してきています。ディブロバの南セレブリャンスキーの森でも激しい戦闘が行われており、ロシア軍は森へ侵入し始めています。ロシア軍は森の南側を流れるドネツ川までウクライナ軍を追いやるつもりで攻撃しているようです。ロシア軍としてはこの方面の南側の前線をドネツ川として安全を確保したいのでしょう。南側を川沿いに前線を敷くことができれば守りやすくなるので、さらに西に進みやすくなります。東部リシチャンスク方面、シフリフカの状況が不明と昨日の動画ではお伝えしておりましたが、ウクライナ軍はまだ撤退しておらず、ロシア軍の攻撃を撃退したと報告を出しています。よってシフリフカの一部または全部をウクライナ軍が確保しているのは間違いないと思われますが、かなり突出した状態になってきていますので、このままだと撤退せざるを得ないと思われます。近いうちに撤退する可能性が高いです。ビロホリフカにもロシア軍の攻撃が続いていますが、ウクライナ軍の陣地一つ落とすこともできず、攻撃は撃退されています。ビロホリフカの東側と南東側には小高い丘があり、ウクライナ軍はその地形を利用して防御施設を構築しており、攻める側は攻めにくくなっています。ロシア軍の第2コノエ自動車化狙撃旅団はベレストーブ付近 VM 化の方向で13日の攻撃の際に約 1km 陣地を西側に進めることに成功した模様です。14日にこの方向に攻撃はありませんでした。13日の出来事となります。
戦況図に反映させています。ロシア軍はロズドリフカの攻撃を停止してフェドリフカのみに絞って14日は攻撃を実施していますが、14日のフェドリフカへの攻撃も失敗に終わり、ロシア軍地上部隊は撃退されています。パラスコビーフカへの攻撃も続いていますが、ロシア軍の攻撃は弱り始めており、ウクライナ軍の防衛線を突破できていません。ウクライナ軍はどの部隊か現時点では定かではありませんが、この方面に増援を送った可能性が高いです。フェドリフカ、パラスコビーフカへの攻撃は主にロシア空挺軍の部隊とワグナーの混成部隊によって行われます。ただここに来てロシア軍の攻撃が弱り始めているのは間違いなさそうで、攻撃に次ぐ攻撃で損耗により戦力が落ちている可能性が高いです。徴集兵の部隊を小詰めとして出しているようですが、あまり効果は出ていないようです。高速 M03 号線に向かったロシア軍も部隊を増やしているものの、ウクライナ軍の守りを突破できずにいます。ウクライナ軍は持ちこたえています。このままロシア軍が損耗して戦力を削り続けていけば反撃の機会が来るかもしれませんが、徴集兵の部隊を大量に送り込んで人海戦術を繰り返す可能性もあり、まだ油断できません。東部バクムット、アルチェモスク方面。市街北側に侵入したロシア軍部隊は市街をわずかに確保したまま動きが止まっています。町の南側と東側の住宅地では激しい戦闘が続いています。ロシア軍は徴集兵の部隊を下げて空挺軍とワグナーの部隊に攻撃を任せたようで、ロシア軍の攻撃に参加する兵力そのものは減っていますが、技量は上なので戦力としてはあまり変わらないのかもしれませんが、攻撃が下火になってきているのは間違いないようです。双方とも砲撃には力を入れており、激しい砲撃が互いの陣地を叩き続けています。またお互い砲兵の所在を見つけ出しては潰し合う砲兵戦も活発に行われており、双方の砲兵に損害が出ています。イワニフスク方向への攻撃は一時的に止まりましたが再開しています。どうやらロシア軍は部隊を入れ替えた可能性が高いです。イワニフスク方向でもロシア軍はかなりの損害を出しているので、部隊の入れ替えは当然かと思われます。ただその隙をついてウクライナ軍がイワニフスクの西側で一時的に反撃に出てロシア軍の前線を押し戻すことに成功しています。ウクライナ軍もなかなかしたたかです。イワニフスク方向でもひっきりなしに砲撃は続いており、双方とも砲撃で損害が出ていますが、攻める側のロシア軍の損害の方が大きいです。陣地にこもって砲撃をやり過ごす方と陣地外で前進中に砲撃を食らうのとでは被害の程度は全然違います。東部ドネツク市方面北側、この方面ではボジャネに対する攻撃のみが確認されており、ロシア軍の攻撃頻度が下がってきています。他の方向に戦力を奪われているか戦力を貯めている可能性が高いです。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍は14日もマリンカに攻撃を行っていますが、あえなく撃退されています。
毎度毎度よくやると感心します。ポビエダに対してもロシア軍は攻撃を仕掛けてきていますが、ウクライナ軍に撃退されており、何の戦果も上げることができていません。14日、ボハレダラの方面でロシア軍の地上攻撃は極めて小規模で様子見程度のもののみであり、戦力の再編と補充を行っているのは明らかです。双方の砲兵隊は砲撃戦を行っており、ウクライナの砲兵部隊はこの地域でロシア軍のトス1サーモバリック弾投射機を発見し、正確な砲撃で破壊しました。南部ザボリージャ方面、南部ヘルソン州方面。この方面で戦況図に変化はありません。次に注目したい事柄です。ロシア軍は春のウクライナ軍の反撃を予測して、ウクライナ南部の防御を強化しています。東部戦線では攻勢のための増員が進んでいますが、南部での増援は防御を固めるための増員である可能性が高いです。この図はロシアが最近要塞を建設した地域の一部を示しています。赤い点が最近ここ2ヶ月新たに建設された要塞です。春が近づくにつれ、ロシアは南部でウクライナ軍の反撃があると確信しているようで、ロシア軍は南部地域の主要道沿いに要塞などの防御施設を建設し続けています。この作業は地図には載っていませんが、クリミア半島にまで及んでおり、クリミア半島とウクライナをつなぐ主要道沿いには半島内でも防御施設の建設が進んでいます。また、クリミアにある航空基地は周囲を塹壕で囲み、基地全体が要塞化されており、ヘリボーンや空挺強襲にも対応できるように守備隊が強化されています。ロシア軍は攻勢に出る一方で、ウクライナ軍の攻撃をかなり恐れているようで、防御施設を作り続けています。2月14日、第9回ウクライナ防衛問題コンタクトグループ会合ラムシュタイン会合が、北大西洋条約機構 NATO の本部があるベルギーのブリュッセルで開催されました。今回の会合には54カ国の代表が参加し、ウクライナへの迅速、適時、安定的な装備供与、部隊全体による供与機材運用の訓練などについて話し合われ、西側軍事支援使用の透明性、報告責任に関する個別の報告書が発表されました。この席で、NATO のストルテンベルグ事務総長は、ウクライナへの支援について、リスクがあるとすれば、悪が勝つかもしれない、という一つのリスクだけだ。それは、全体主義体制にとって、非常に示唆的な例となり得る。だから、世界はウクライナがこの戦争に勝てるように支援しなければならない。平和と将来の安全のために。それは共通の利益だ、
と発言しました。また、米国のオースティン国防長官は、ウクライナは勝たねばならない、と非常に確固とした主張を行いました。ウクライナのレズニコフ国防大臣は、今回の会合を総括し、会合に非常に満足している旨を伝えました。反ロシアの動きは拡大しています。ロイター通信は、ノルウェー政府の発表として、ノルウェーはウクライナに保有するドイツ製主力戦車レオパルト2、36両のうち8両と、その他特別仕様の戦車4両などを提供することを報じました。ノルウェーのストーレ首相は、かつてないほどに極めて重要となっているのが、ウクライナの自由をめぐる戦いを支えることである、と発言しました。また、ノルウェー政府は、戦車のほか、具体的に何を提供するかは、ウクライナの最も必要とするものによって決まるとし、弾薬と部品のための資金も拠出するとのことです。ノルウェーは、国内の軍警戒レベルを上げ、ウクライナ支援のための原資を得るため、政府系ファンドからの拠出額を増額するなど、積極的な動きをしています。ウクライナ東部マリウポリの市議会は、現在のマリウポリの状況を写真とともに報告しました。市議会は、占領下のマリウポリ港はこのようになっている。沈んだ船、廃墟、完全な衰退だ、と書き込みました。マリウポリ港は、以前はウクライナの最良の港の一つで、年間1000万トン以上の出荷が可能でした。そして、2022年、新しい穀物ターミナルの完成が準備されていましたが、ロシアの占領により、すべてが破綻してしまいました。港は重要な施設であるはずなのに、ロシアによる破壊のための破壊の跡が、ここにも残されています。ウクライナ領クリミアの先住民、クリミア・タタール民族の代議機関メジュリスト、シンクタンククリミア・タタールリソースセンターは、ロシアに占領されているクリミアの様々な地名を歴史的な旧名に戻すことを呼びかける情報キャンペーン、名前を取り戻してクリミアを取り戻すを始めると発表しました。クリミアでは、占領後、ロシア的に改名された歴史的地名や自治体名が多数あります。今回開始するキャンペーンは、哲学的な意味を持つものとし、地名を変えずに、クリミアに国家主権を取り戻すことは可能だ。そして、私たちは、解放された半島に戻る。しかしそれは、クリミアを取り戻しても、その精神は取り戻していないことになる。私たちは、クリミアを本質的に取り戻すべきだ。それがとても大切だ、と主張しました。クリミアの人々も、ウクライナ国民となることを強く求めています。ロシアが軍事侵攻を続けるウクライナの隣国、モルドバのサンドゥ大統領は会見で、ロシアが工作員を使って、欧州連合 EU への加盟を目指すモルドバの現政権の転覆を企てているとする情報を得たとして、ロシアを厳しく非難しました。これに対し、ロシア外務省は14日公式サイトでザハロワ報道官のコメントを掲載し、サンドゥ大統領の発言について全く根拠がなく事実無根だと反論しました。モルドバは国内に一方的に分離独立を宣言して、ロシア軍が駐留を続ける地域があり、ウクライナに軍事侵攻したロシアに対する警戒感を強め、欧米寄りの姿勢を鮮明にしています。先週から、米国での中国の監視気球に注目が集まっていましたが、ウクライナでも、レーダー反射板を取り付けたロシアの気球が、ウクライナのレーダーシステムを混乱させることを意図して、
紛争で使用されていることを示唆する報告があります。ウクライナ軍はこれらの気球のいくつかはロシアが運用していると主張しました。ロシアにはカムチャツカの気球部隊が存在し、カムチャツカの基地はアラスカから 2000km しか離れていません。その役割には米国空域内またはその周辺でのスパイ活動の可能性が含まれていることを示しています。当然のことながら別の潜在的な敵国もこれらの同じ種類の監視資産を所有していることを忘れてはなりません。さらにこれらの部隊が気球の打ち上げを行っていることが知られているため、今後ロシアの気球が北米空域に侵入する可能性を排除すべきではありません。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。